松崎さん、立ち上がりに攻められてしまいました。今日は本調子ではなさそうに見えますが、いかがでしょうか。まあただベンチとしては最低5回までは投げてほしいと思ってるでしょうね。そうですよね。打った、これはどうか、ファーストの横抜けました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー二塁です。さあホークス、得点圏にランナーを背負った場面です。まあここはしっかり抑えて、ランナー飛び出している、セーフ。さあ打順はトップに帰って西川。前の打席は打たれたのがねツーシームですからね、今度はどう使うかリードの見せ所ですよね。ええ、さあここはどういった攻め方をしてくるか。アウトロー外れます。ボール先行です。ストライクになります。打ちました。センター弾く、ボールを拾って、これでマルチヒット。ノーアウトランナー一塁です。ここはうまく打ち返されてしまいました。得点圏にランナーを背負った場面です。逆転を狙うためにここでの追加点は絶対許してはいけませんね。なるほど、そうですね。さあそのマウンド上の津森、このピンチをタッチもセーフ。ストレート打っていった、フェンスダイレクト、二塁ランナー三塁も回った、セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁まで進みました。ライオンズ追加点、3対1。ホークスなおもピンチが続きます。抑えたかったんですが、ここでタイムリーを打たれてしまいました。点差が広がります。まあ踏ん張っておきたい場面だったんですけどね。終盤で大きな追加点を奪われました。ここからの追加点は避けないといけないでしょうね。さあこの場面で打席には2番の源田が入っています。走ってきたキャッチャー。